小池知事率いる都民ファーストの会からついに新たな離党者、来年の都議会議員選挙に向けて都民ファースト崩壊待ったなしで、来年都議会議員選挙は日本一と会躍進が間違いないんじゃないでしょうか。はい、というこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。こちら12月の18日に収録をしているんですけども、先ほどですね、都庁記者クラブで記者会見が行われまして、維新のですね、来年の都議会議員選挙本選ですね、今年補欠選挙を行われましたけども、本選に向けての4名の公認発表、そして、ね、新たな、ニューカマー、新たな仲間の発表が行われました。都民ファーストの会からですね、西郷歩美都議会議員、現職の都議会議員が離党するということを表明されまして、離党してどうするかというと、今回この日本維新の会に入党していただけるという運びになったわけでございます。ありがとうございます。西郷さん、ようこそ維新にいらっしゃいませ。まあ、ということでですね、まあこれは本当に選挙まであと半年というところになりまして、都民ファーストの会、どうなったのと、来年都議会議員選挙勝てるのというような話も、ちらほら聞くところでありますけども、まあ、だいぶ厳しいんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ今年の補欠選挙におきましてもですね、北区に天風候補という方の資格を、まあ、私から見れば資格を送り込まれた、わけでございますけども、なんとかですね、私の地元北区では、佐藤琴候補、前線をいたしましてですね、まあ事実上の最下位、まあ N 国党さんがいたんでなんですけども、まあ、実証の最下位に都民ファーストの会は、なっていた。まあ、小池知事とね、ほんとセットでやって、1枚目は小池知事、2枚目は、都民ファーストの会の天風候補というのを完全セットものであったにも変わらずですね、まあ、2万票に足らない数字しか、2万票ちょっとかな、の数字しか出ずですね、まあ、実証の最下位に沈んでしまったというところから、まあ、かなり統制についてはですね、危ういという中でですね、まあ、ついに離党者が出てしまったということでございます。まあ、もちろんですね、西郷都議が別に選挙の目当てで受かりたいから、こう、維新に移籍したというわけではなくてですね、まあ、今日の離党記者会見でも述べていらっしゃいましたけども、都民ファーストの会はしがらめがない政治を進めるんだというふうにお約束していたのにですね、まあ、業界団体の要望を聞き、パーティー券を売り、パーティー券のノルマを課され、この思っていた政治と違うことになってしまったと、意思決定過程もプロセスも不透明だと、まあ、いうことで、これね、3年前に私が離党した時の、まあ、理由と、まあ、ほとんど変わらないですね。なので、まあ、いろいろとですね、まあ、改善点もあったと思いますし、中で頑張ってる方もいらっしゃると思うんですけども、なかなか図体が大きい組織というのはね、変われないですから、まあやっぱこうね、小池知事の改革スピリットというものもですね、なかなかこう、最初はもしかしたら改革の意思があったのかもしれないけども、徐々にしぼんでいき、都民ファーストの会もですね、結局はですね、やっぱ旧民主党の方々、旧自民党の方々、既得権持った方の、ね、集まりになって第二自民党みたいな形になっておりましたから、まあこれは改革ができないと思うメンバーがいても致し方ないことなのかなというふうに思います。まあその最後、あゆみさんがですね、まあ改革ができるのは日本維新の会だと、まあ、いうことで維新に飛び込んできてくださったのは、大変ありがたいと思いますしですね、一緒にこう、今後戦っていきたいと、ちょっと都議選を西郷さんがどうされるかという挙手は表明されなかったようでございますけども、まあ、この東京都内で、そして日本全国で維新を拡大していくためにですね、都議会議員ができたと、まあ、いうことは非常に強力な転換点でございますので、しっかり頑張っていきたいと思います。で、来年、まあ、東京都議会議員選挙どうなるかというところでありますけども、まあ、今、支持率とか議席の状況を見てみれば、まあ、自民党が再躍進するというか、まあ、もともと第一党ですからね、50議席以上あった自民党が、まあ、少なくとも40議席以上、回復するということは間違いないと思いますし、あと、まあ、公明党と組んで、まあ、過半数ということで、結構自公政権、まあ、自公が知事を支えていくという形になるのかなというふうに思います。で、立憲民主党もですね、まあ、都内の支持率や、この比例代表の票の出方を見ると一定数議席を伸ばしましたから、やっぱ10議席、20議席、まあ、そういった2桁議席というのには、回復すると思いますし、じゃあ草刈り版になるのはどこなのかというと、やっぱ都民ファーストの会な、わけですね。まあ、今いろんな噂が飛び交ってまして、まあ、立憲民主党に行く方、自民党に行く方、まあ、戻りで維新に行く方ということで、まあ、今回西郷さん来ていただいたわけですけども、まあ、今回この皮切りにですね、まあ、西郷さんを皮切りに、まあ、ドミノ現象というのは、まあ、間違いなく起きる。別に維新に全部来るわけではなくてもですね、まあ、選挙が前になれば、これは吉につけ足につけ政治家というのは、勝てるところで勝負しなきゃ、もう仕事はできないわけですから、当然立憲民主党に行けるなら立憲民主党に行く人は行きますし、自民党に行くなら行きますし、維新に行きたいと、まあ維新は組織ないのでね、選挙は決して楽ではないですけども、本当に改革をやりたいと、当初にね、私は、都民ファーストの会だった時に私が抱えた、政策理念というのは間違ってないと思います。それを本当にやり遂げたいのであれば、維新に来る、第三極の維新に来るというのはもう選択肢だと思います。そうした仲間もですね、まあどんどんこれから増えていくんじゃないかなというふうに思います。そうしていきたいと我々も考えております。なんでまあ残すとは半年間でございますけども、そしてまあ西郷さんが都議会議員の仲間に加わったことに加えましてですね、そして、都議会議員補欠選挙に今年挑戦した二人、北区の佐藤琴さん、大田区の松田龍介さん、今回も公認されまして、北区大田区から挑戦予定、そして新たに二人、練馬区からは若旅啓太さん、そして世田谷区から岡林ひろかさんということで、
新人新しく2名ということで2名と、補選に挑戦した2名と新規2名で4名の、公認が出まして、そして現職の世代号さんも加わったということでですね、来年都議会議員選挙に向けて日本維新の会も戦いの火蓋を切って落としたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、まあこの都政ちょっとね、また、まあ今の状況から見たら自民党が躍進しますんでね、また古い都政に逆戻りしてしまう可能性もあると思うんで、これいかにこう、第三局が、日本維新の会が、そして、佐藤琴は今回も新しい党からの公認見込みとなっておりますので、地域政党新しい党、こうしたしがらみがない、第三局がどれだけ議席を伸ばせるか、まあ都民ファーストも、残念ながら、大きな期待はできないと思いますのでね、個別にはいい人もいるんですけどね、まあそうした方はもうぜひ維新に来ていただいてですよ。もう第三局と言われるこのしがらみがない勢力で、知事ともぜぜ来て、もう全否定じゃないですよ。小池氏応援すべきは応援する。でも、対案出すとか対案出すという是々非の勢力をですね、まあ2桁議席、条例提案だったら11議席、まあ、これぐらいね、取ってね、インパクト残せるようになればですね、東京都政にくさびを打ち込めると思いますので、ぜひ皆さん来年の東京都議会議員選挙に向けて、そして新たな都政、来年度以降の激動になると思います。もうここはね、もう正直わからないです。誰がどこに行くのか。もうね、もう50人49名ですか、これ都民ファーストの会草刈り場ですよ。これからもう我々が何もしなくたって、これはもう組織というのはもう鷹が緩んだ状態ですから、バラバラバラと人が出てきます。あとはもう瞬発力です。誰がどこに行くか、そして誰を取るのか、まあこの中をねしっかり我々泳ぎ切ってというかですね、しっかり我々も自分たち爪痕を残し、都議会議員選挙で都民のために働く、自分たちの生き残りのためではなく、党勢拡大のためでもなく、都民のために働くためにですね、しっかりと戦ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご視聴ごめんたす、そしてチャンネル登録をお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。